川風花です。よろしくお願いします。年齢は22歳。今は看護師として働いています。したことはありませんけど。はい、私もともとアイドルに興味があったんです。けどアイドルって綺麗な子ばかりだから私には無理だろうってずっと思っていて。人のお世話をするのが嫌いじゃなかったので看護師の道を選んだんです。はい、でも私がしたことが誰かの役に立ったり喜んでもらいたいっていう意味では同じです。でもある日アイドルになるのが夢だったことを患者さんに話したら私ならなれるって言われて。それに私がアイドルになったら元気が出るって。それで改めて挑戦しようと思ったんです。こんな形でオーディションに挑戦できる日が来るなんて自分でも少し驚いてます。
しいポーズを取るなんてすごく緊張しました。この時間はとっても幸せでした。プロデューサーさん、待ってください。私は正統派アイドルになりたいんですってば。忙しいって言ってたのに。はい、ちょうど休憩に入ったところです。お茶でもどうぞ。今持ってきますね。お待たせしました。はい、お茶をどうぞ。私の様子見に来てくれたんですか？嬉しいね。はい、順調です。歌もダンスもなんとか覚えられたと思います。ただ本番のことを考えると正直ちょっと怖くて。アイドルとして初めてステージに立てる、本当なら楽しみで仕方がないはずなんですけど。プロデューサーさん、何か私にアドバイスをもらえますか？私そんなに気遣いが得意な方じゃ。プロデューサーさん、ありがとうございます。プロデューサーさんのおかげでなんだか元気が出てきました。私お客さんたちに喜んでもらえるようにこの後のレッスンも頑張りますね。あ、プロデューサーさん、忙しいのはわかりますけど、ちゃんと休みを取ってくださいね。私、看護は得意ですけど、倒れられたりしたら困っちゃいますからね。